それでは早速講演に移ってまいりたいと思います。まず最初の講演は、広島市朝市民病院消化器内科主任部長、永田真嗣先生より、講演1、胃がんの検査と診断、早期発見と内視鏡治療のお話をいただきます。先ほどあの平林先生の方から、平林先生のがんの治療をしてくださったあの主治医で、 そうですね。平林先生の主治医の長田先生に、えー、相当緊張しましたは, <laughs> はい、それではたっぷりとお話をお聞かせくださいどうぞよろしくお願いいたします朝市民病院の永田です、えー、どうぞよろしくお願いします胃がんの検査と診断早期発見と内視鏡治療についてお話をさせていただきます、えー、最初にこれは胃がんの死亡数の年次推移を見たものです、えー、横軸に年度、縦軸に胃がんで亡くなられた患者さんの数が 書いてあります。年間大体5万人の方が胃癌で亡くなられていらっしゃいます。最近は減少傾向にありまして、大体4万5千人の方が胃癌でまだ亡くなられていらっしゃいます。これは胃癌の罹患数を見たものですけど、年間男女合わせて大体14万人、13万人の方が胃癌がで亡くなられています。ここ数年ちょっと若干傾向にありますけど。 これから日本は高齢化社会を迎えることからこの13万人という数はしばらくの間変わりがないと推測されていますこの2枚の写真ですけど左側は25年前にスキルス胃がんで亡くなられた泉正孝さんです左側は胃の前摘術を受けられた王貞治さんですがんは日本人の国民病と言われていますが やはり胃がんもその一つで現在も多くの方が胃がんと闘っていらっしゃいますまず最初にでは胃がんの原因についてお話をさせていただきます胃がんの原因は過剰な塩分摂取喫煙野菜果物不足が挙げられていますそして何よりも1994年に世界保健機構が WHO が発がん物質と認定した ヘリコバクターピロリー菌でありますこのスライドの見方は横軸に原因が書いてあるんですけどピロリー菌感染は感染がある人はない人に比べて約12.5倍胃がんになりやすいというデータであります過剰な塩分摂取は2.23倍喫煙は1.6倍糖尿病肥満は1倍を超えております 逆に胃がんのリスクを下げるものとしては新鮮野菜あるいは柑橘類が挙げられていますアルコールに関しては関連はないというふうになっておりますではヘリコバクターピロリー菌とはどんな菌なんでしょうかヘリコというのは螺旋状のという意味でバクターは細菌という意味でピロリーというのは胃の出口に住んでおりますのでヘリコバクターピロリー菌という名前がついております 胃の壁をですねこのように見ていきますとこの粘膜上皮にヘリコバクターピロリ菌は住みついております大きさは非常に小さくてまあ、200分の1ミリメートルということで非常に小さい細菌でありますこのように一方の端に毛弁毛がついておりますそして胃の中は胃酸ですから細菌も自分の生きていくためにアルカリのバリアを作って胃酸から身を守っております ではそのヘリコバクターピロリー菌はどのようにして発見されたのかというと、えー、1982年の4月14日になりますけどオーストラリアのマーシャルにより発見されました、えー、彼は復活祭の休日の時に、えー、偶然忘れていた、えー、忘れて放置していた媒体に菌が生えたのを、えー、発見しておりますで彼はですね上司とか、えー、妻に内緒で、えー、自らその菌を飲み込んで、えー、自分の中に 異をを起ここししたとという証明ておりまでその後彼は2005年のノーベル医学生理学賞を受賞されていますではヘリコバクターピロリー菌はいつどこから来たのでしょうかということで今2つの感染経路が考えられていますまず最初に環境因子として日本では昔やはり環境因子環境が良くなかったので土壌とか井戸水から 感染したんではないいかという説がありましたただこれはですね最近環境中からピロリ菌は検出されていないということでこちらの説はちょっと若干弱くなっておりますで最も大きな感染経路としましては乳幼児期に母親から感染あるいは保育施設で他の乳幼児の吐物を介して感染ということで免疫力が弱い5歳までの乳幼児期に経口感染したという こちらの説が非常に現在重要となっておりますではヘルクバクターピロリー菌はどのようにして感染する感染診断法としてどのようなものがあるかということですけどまず内視鏡を用いる方法としては狂犬法迅速ウレアゼテスト培養法というこの3種類があります一方内視鏡を用いないで診断する方法もありまして 血清あるいは尿の抗体法、便中の抗原法、尿素呼吸試験というこの3つがあります、で以上6つがです、ね、ヘリコバクターピロリー菌の感染診断法として現在保険が通っているんですけど、まあ、このうちの2つを判定して、ピロリー菌がいるかどうかを現在、日常診療の中では行っております。では次に、そのヘリコバクターピロリー菌の感染率を見てみました。 横軸に年齢縦軸に感染率が書かれています赤丸が1974年で10年おきにプロットされていまして四角の黒四角が2014年であります例えば2014年で見てみますと高齢者の感染率は50%二十歳以下の若年者は感染率は10%以下ということです まあ、あの最近はやはり、えー、環境も変わってきてますし、まあえー、非常に感染率は低下しております、えー、では次にヘリコパクターピロリー菌の感染の有無と胃がんの発生を見てみました、えー、これは横軸に経過観察期間が書いてあります縦軸には、えー、累積の胃がんの非発生率ということで、えー、縦軸は胃がんにならない人の割合が書いてあります それで胃の中にピロリー菌がいる人を1246人ずっと見ていきますとー36人ー約3%に胃がんを認めております一方胃がピロリー菌がいない人280人をーずーっと内視鏡で追っていきますと実は一例もがんが発生しないということでこれでまあピロリーピロリ菌がいる人から胃がんが発生するということでこの 論文はです、ね、非常に2001年に出た論文なんですけど、まあ、非常にいい論文で日本のヘリコバクターピロリー感染の研究が非常に進んだ論文でありますでは除菌治療に関してです抗生物質が2種類で胃酸分泌を抑制する薬が1種類の合計3種類の薬を1日2回1週間内服していただきます でピロリー菌が除菌ですね、駆除できる割合ですけど、1次除菌ですね、1回目の除菌で不成功になった方が2回目の除菌に回るんですけど、1回目の除菌と2回目の除菌を合わせて99、99%以上除菌、駆除に成功します、もう今、ほぼほぼ除菌に成功するという、いい薬が出ております。 では次にヘリコバクターピロリー菌の除菌により胃がんが実際どれぐらい抑えられるのかというデータであります。これも横軸に経過観察期間、縦軸には胃がんの累積発現率が書いてあります。でこ,れはこの論文は1回内視鏡治療をした人でその後見ていっていますで。1回内視鏡治療をすると大体15%から20%の方に え 2, 番2回目のがんができるんですけどえこの論文はヘリコバクターピロリー菌を除菌した人では3.5%ヘリコバクターピロリー菌を除菌していないいわゆるコントロール群ではえー約10%弱にえー2回目のにえ胃がんができるということでえ除菌をすることで約え3分の1程度にえ胃がんの発生が抑えられるというデータであります。では次に、えー 出てくるのがじゃあいつどうしたら除菌はいつの時代何歳の時に飲んだらいいのかということで発がん抑制効果を見てみましたこれは横軸に年代年齢が書いてありまして縦軸に発がん抑制効果が書いてありますどの年代も女性は男性に比べて発がんの抑制効果が高いことが分かりますまた年齢が若いほど発がん抑制効果が高いことも分かります このデータでは20歳までのデータしかないんですけどそしたら若いもっともっと若い時にピロリー菌を除菌したらいいんではないかということが次に出てくると思いますでこれは現在日本で中学生高校生対象にヘリコバクターピロリー検診を行って除菌をしている市区町村を書いたものです えっとまあ、20歳以下の人はですね、まあ、ち,ょちょっといろんな問題がありまして保険適用とかですね、えー、賛成派と、えー、反対派というふうに分かれているところもあるんですけど、まあえー、全国的に、えー、行われている自治体があります特に、えー、岡山県の、えー、真庭市とかですね、えー、佐賀県とか鹿児島県では、まあ、比較的、えー、行われている地域ではないかと思います、まあ、何が問題かというとたくさんあるんですけどやはりですね えー、未成年なので医師会とかです、ね、学校、行政など多くの人の協力体制が必要ということで、えー、っとまだまだ、えー、全国的にちょっと行われていないところではあります。えー、っとここまでのまとめであります。えー、ヘリコバクターピロリー菌のい、えー、いない、えー、未感染の状態、いない人ではほぼ胃がんになることはありません。えー、除菌治療により、えー、胃がんは、まあ、約3分の1に、えー、減少することが分かっています。また、えー 若年ほど、えー、除菌による胃がん予防効果が高いことも分かっております。では次に胃がんの早期発見について、えー、お話をさせていただきます。えっと、これはです、ね、胃がんの病気別の5年10年生存率を見たものです。えっと、病気というのは、まあ、1期から4期に分けられるんですけど、これはがんの病変の深さですね、えー、がんの根がどこまで胃の壁に入っているかによって分けられているんですけど。 1期、えー、というのは、まあ、我々消化器内科内視鏡医が扱うことのできる、まあ、あの浅い病変です、まあ、あの専門用語では粘膜粘膜下層っていうんですけど、まあ、浅い病変の場合は、えー、5年生存率が 97%10 年生存率が、えー、90%ということで、まあ、やはり早期に見つかったがんというのは、えーまあ、生存率も高いということがわかります。 ただ、うんとまああの病気が進んでいくとですね、進行度が増していきますとやはり、えー、生存率がちょっと低いというデータであります、えー。ここで日本の胃がん検診について紹介をさせていただきます。えー、対策型検診と、えー、任意型検診があります。対策型検診は集団全体の死亡率減少を目的として、えー、実施するもので、市区町村が行う住民検診であります。 40歳以上の男女全員で年1回の問診とイノレントゲン検査を受けていただいて異常が見つかった場合は2次の精密検査に回るようになっておりますでその胃がん検診なんですけどこれまではイノレントゲンのみだったんですけど平成28年に一部改正されまして胃の内視鏡検査も胃がん検診の中で選べるようになりました で対象年齢は50歳以上の男女で間隔に関しては2年に1回というのが現在決まっておりますまあそらく今日来られてる方は胃のレントゲンと胃カメラ、まあ、胃カメラ内視鏡検査っていうのはどちらかおそらく受けられたことがあると思いますけどまあバリウムを飲んでいただいて検査台の上で、まあ、あのうつ伏せになったりとか横向いたりとかしてレントゲンで写真を撮っていってこのように、えー、まあ えー、二重造影とかを行って、えー、胃がんを見つける、えー、検査でありますで胃カメラ内視鏡検査は、えーまあ、最近は鼻とかもありますけど鼻と口からカメラを飲んでいただいて、まあ、直接中を、えー、見るという検査であります。ということで、えーっとまあ、この1枚の内視鏡写真なんですけどこの中に早期がんがあります、えー、この骨折、えー、してくぼんだところに、えー、胃がんがあります。 先ほどの NBI というやつで見てみると、このようにですね、えー、茶褐色に見られるんですけど、ここにがんがあります。ここですね、こういうことでもうすぐ、えー、早期がんと我々はもう今、診断ができます、えー。もう少し詳しく見てみると、えー、こちらが正常部分で、ここががんの領域で、このように境界があります。でこの、こちらも異常血管がこのようにあります。これでも早期がんということで診断が可能です。では次に内視鏡治療について説明させてもらいます。 えっとまあ、内視鏡治療はです、ね、やはり機能が温存できて低侵襲であることが一番の特徴です、えー、昔はこの上の2つの方法で切除してたんですけど最近はこの内視鏡的粘膜下層剥離術といって ESD というんですけどこの方法で切除しております、えー、っとここでちょっと分割切除と一括切除について説明させていただきます先ほどの昔の昔では 結果的に病変を2つ以上に分けて切除することが多かったんですけどこうなってくると病理学的評価が曖昧いで胃酸再発率が高いというふうな問題がありましたで、癌を、えー、1つで切除するということで先ほどの ESD というのが2000年から開発されて2006年に保険収載されています、えー、っとこちらが EMR という主義で取った分割切除でこのように細切れになります こちらが ESD という手技で取って一括切除でこのようにがんをきれいに切除できます。この中、ここに早期がんがあります。ESD の実際のちょっと動画を見ていただきます。ここにあるんですけど、まあ、このようにマーキングですね、目印をつけて。 で、えー、っと、作いきます。えー、っと、このように浮かしてですね、ナイフで切っていって。えー、この病変の下をこう。剥離って言うんですけど、剥ぎ取っていきます。このようにですね。こ,これ、まあ、液を打ってみると、このように病、えこ両に胃ががありますので、この。下をこう、剥ぎ取っていきます。 でまあえっと、胃がんの大きさは6センチぐらいですけど、まあ、こんな大きな病変でも大体1時間あれば、えー、内視鏡で切除ができます。でこれ、我々の施設における胃の ESD の治療件数なんですけど、まあ、毎年増加しておりまして昨年は200件を超える ESD を行いました、えっと。よく外来で入院予約をしますと患者さんから えっと、入院期間とかですね、絶食の期間のことを、えー、よく質問されるんですけど、これは入院中の患者さんの、えー、治療計画であります。まあ、これをわれわれはクリニカルパスと呼んでるんですけど、例えば胃の ESD の治療を受けていただいて、翌日にもう一回局所のカメラか、確認のカメラをして、えー、食事は4日間で上がって退院という形になります。 実際、8週間後の内視鏡を見てみますと、先ほどの大きな海洋も、このように瘢痕きれいに治っております。で、1年に1回、経過を見ていくんですけど、10年後も依存再発なく経過しております。そのクリニカルパス、予定表の達成というのは、97%で、しかも入院期間は1週間で安全ということで、患者さんにとっては非常にいい治療ではないかなと思います。 最後のスライドになります。まず最初に胃の中にピロリー菌がいるかどうかを知ることが必要です。ピロリー菌がいる場合は除菌治療を受けていただいて早ければ早いほど予防効果があります。胃がんの早期発見にはやはり内視鏡検査が必要です。早期に見つかったがんは内視鏡治療で治すことができます。以上ですごごご聴あありりががととううざざいいままししたた田先生